小学誠小学誠から1801年は中国新代の私学者。字は2歳。語は松位は。元の名は文。本願は会計具上恐れ県。三。父は王城県の知見の将。北京に登って国子官生となるも、しばしば家挙に落第した。彼は七回合見に落ち、三十一歳にして初めて里見に休大し、 41歳で紳士となった。これは当時として珍しいことではない。彼は14歳になっても四書すら暗証できなかったと自ら語るが、決して暗具であったわけではない。それは受験勉強をサボって歴史書を読みふけり、歴史家の真似事をするなど歴史少年だった。主、二文を学び、実力をつけ、紳士級大語も認可せず、書院の主が前として、 生計を立てつつ、執筆活動を行い、その中で、文史道義を書き、独自の歴史理論を世に示したのであった。流宗集や高層儀に代表される、窃盗学派に影響された。以後、小進間、高良基地らと交流を持つようになり、また、各地の地方種類の編纂に従事するようになって、私学の研究に没頭するようになった。 小学誠のゆえい41歳で、紳士九代を果たすが、任官せずに流浪生活を送るようになり、河北地方の書院を有歴した。晩年は、筆言の下で、地方史書である、湖北通史を編纂したが、最後は不遇のうちに亡くなった。没後、日本の中国学の第一人者である、内藤湖南によって、その著書、文史道義や、高阿田。 道義党が、六興みなしという言葉で表現される、独特の資学理論の書として評価されるようになって、新潮の資学者として注目されるようになった。ありがとうございます。